パちゃん、初スパ、ありがとう、サドウインカさん、ありがとう。初スパちゃん、初彼女に振られました。でも相手のことが忘れられず諦めきれないです。復縁のコツありますか？やばい。復縁。なんで振られちゃったの？なんでだろう。無理だね。やめる。なんでだろう。復縁？やばい。大丈夫。相談する相手、でもちょっと、でもファンデットちゃんの相談だから、しっかりしなきゃ。しっかり向き合わなきゃ。ファンデットちゃんの相談だ。相談する相手間違えとるとか言えない。ちょっと、やばい。ちょっと待って。ちょっと待って。ね。諦められないってかわいそう。辛そう。でもなんかわかるもん、なんか。なんかルシアも、なんかみんながさ、ちょっと、こう、他の子の名前とか出たりすると、あとなんかルシアのとこに来なくなっちゃったりすると、すごく失礼した気持ちになるもん。そういう感じなのかな。わかるもん。相手がいたら諦めた方がいいけど、いないなら、いいこと考えた。ルシアは？ルシアじゃダメ？ルシアは？ルシア、こう見えて、料理ができますよ。お菓子作りはちょっと苦手ですけど。苦手ですけど、お菓子作り。はい。毎日、会えますよ。出たいなんていう。毎日会えますし、ツイッターでも会えますし。もう帰っちゃったかな？何言ってんだ、こいつ。呆れて帰っちゃったかもしれない。どうしよう、ちょっと待って。復縁、じゃあ、わかった。その彼女ちゃんが、わかった。なんか理由もわからず、別れましょうみたいな感じで別れたんだったら、ちょっと寂しかったんだよ。寂しかったんだよ。追いかけよ。追いかけて、もう、〇〇ちゃんじゃなきゃもうダメなんだ、つって。もう〇〇ちゃんじゃないともう、無理って言われたら、ルシアは嬉しい。もうルシアがいい。ルシアがいいって言ったらもう抱きしめる。もう、離さない。ルシアは嬉しい。やばい、ルシア目線で話すんだ。重い？やばい。やばい。恋愛相談でしょ？ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待って。Hey Siri！ はい。復縁の方法。はい。Hey Siri、復縁の方法について、ウェブでこちらが見つかりました。ご確認ください。Hey Siri！恋愛ってなんだろう？恋愛ってなんだろう？閉じちゃったんだけど。ヘイ、シリ？シリ？ヘイ、シリ？ヘイ、シリ？ねえ、シリが反応しなくなっちゃった。ヘイ、シリ？はい。恋愛ってなんだろう？はい。
恋愛ってについてウェブでこちらが見つかりました。もうシリが会話してくんない、みんな。なんかウェブウェブでウェブウェブでもう見ろって。ヘイシリ。はい。恋愛って何だと思う？すいません、よくわかりませんって出た。ヘイシリ。はい。恋愛って何だと思う？なんですいません、よくわかりませんよ。復唱しないの。復唱しないんだけど、この子は。ちょっと。でもなんかすみません、よくわかりませんってシリが言ってる。だからやっぱり、恋愛ってわからないんだと思う。シリもわからないって。ん？このし、このし。その女は信用できない。マジで？マジで？シリ信用できないか。かわいそう。でも、ユシはシリのこと信用してるよ。よし。では、スパチャよ。え、ほんとなんかうまくいくといいね。覆面。なんか、復縁ワードはなんか、くだらないことで別れたらみたいな記事が出てたな、さっき。シリが見つけてきたのは。もう一回話し合ったら、なんで別れるっていうのになったのって、もう、聞こう？もう、なんか、聞こう？聞かないよりかは絶対聞こう？ね。話すことね、大事だと思う。話してくれ。幸せになってくれ。うん。応援してるね。じゃあ、お礼させてね。